はい、皆さんこんにちは、マーヴェリックチャンネルです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、埼玉県内のとある、コスモス畑ですね、広大なエリアにコスモスが植えられているというね、コスモス、畑っていうんですかね、なんかこう河川敷のようなところね、広大な土地に植えられているようです。ここへ、ちょっとやってきました。はい、ものすごいです。もう一面コスモスだらけですね。はい、ちょっとね、逆光なのでなんですけど、こんな感じですね。はい、すごいです。これこんなの初めて見ました。はい、結構大勢の方がね、いらしてるようです。ワンちゃん連れの方もね、結構いるみたいで、ここは入場制限ないようなんでね、ぜひともね、ご家族連れ、ワンちゃん連れでね、一度お越しになってみてはいかがでしょうか。ここはですね、埼玉県の鴻巣市ですね。鴻巣市の荒川の河川敷になると思います。埼玉県鴻巣市コスモス畑で検索してみると、地図が出てくると思いますのでね、もし、お近くにお住まいの方ご興味ございましたら、一度検索してみて、いらしてみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じです。ちょっとね、今これから下降りてってみようかなと思いますね。でこの後ね、この今日の素晴らしい夕日もね、撮影していきたいなと、落日の様子もね、撮影したいなと思います。その間ね、それまでの間ちょっとこう撮影をねしていこうかなというふうに思います。今ね、園庭というかこう、こういうね、河川敷といいますか、こういうところからね、こう下を眺めるように撮影しております。はい、素晴らしいですね、これね。これはいいですよ。ここはいいですね、本当に素敵なところです。なかなかないんじゃないですかね、これだけのね、面積。それでちょっと反対側をこうちょっとね、お見せしますと、こういうふうにね、こう黄金色に、実った稲がね、日に照らされて輝いております。まだ稲刈りされていないね、こう田んぼがいくつかこうあるんですけれども、向こうの方にもね、こう稲刈りされていない。これも非常に綺麗ですよね。黄金色の秋ということでね、非常に綺麗だと思います。はい、ということでちょっとこっちに戻りますね。はい、遠くの方にはね、富士山が見えますね。わかりますかね、これ富士山ですね。はい、非常に景色の良いところですね。の山並みとね、この広大なコスモス畑、非常に素敵な風景ですね。
体降りたらね、どうなるんですかね。分からなくなっちゃうかもしれないしね。ちょっと一回降りてみますかね。ここからね。あまりにもね、広大すぎて、ちょっとどういう風に撮ったらいいかっていうのを悩んでます、今。逆に。ちょっとね、今移動してますのでブレるんですけれども、ご容赦ください。まあ、こういったね、自然といいますか、まあ、美しい風景、僕は埼玉県、特に埼玉県のね、美しい風景をね、ご紹介しようと思って、もういるので、その季節ごとのね、いろいろな風景を、動画で撮影しているんですけれども、まあ、これを始めてからですね、いろいろなことが、ところがあるんだなというのにね、気づきました。県内ね、まあ、いろいろなところ、素敵なところがやっぱりまだまだいっぱいあって、撮影も、いろんな撮影ができるということでね、驚いております。これはね、ここはいいですよ。ここ本当に散歩コースといいますか、お金かかりませんし、非常にいいですね。散歩するにはもってこいの場所かもしれません。ここに橋が、あちきょうみたいな橋があるんですけども、あの橋の向こうの方までね、畑があるんですよ。コスモス畑ですね。なので多分ね、結構な距離ありますよね、これね。まあ色とりどり、主にピンク系が目立つんですけれども、色を植えられているみたいです。すいませんね、ちょっと今移動してるんでね、手元がぶれて、お見苦しいと思うんですけどもね、ご容赦ください。やっぱりすごいです、近くに来ると。
今日はですね、埼玉県鴻巣市の河川敷にあります広大なコスモス畑をね、の素敵な風景を皆さんに動画でご紹介させていただきました。皆さんもね、皆さんのお住まいのね地域にもきっと素敵なね秋の風景があると思います。ぜひともね、ちょっと出かけて探してみてはいかがでしょうか。はい、こんなね美しい、ちょっと出かけただけでこんな美しいね光景に出会えるかもしれませんのでね。はい、今日はねこのようなね素敵な風景を撮影することができて本当に良かったです。はい、それではね今日はこれで失礼いたします。皆さんねお見苦しい点があったと思いますけれどもご容赦ください。これね素敵なお花を今日は見ることができてね僕も本当に、満足でした。またね、違ったところね、いろんなところ行ってみたいと思いますのでぜひともねまたその動画をお届けしますので、僕のチャンネルの方ご継続して、ご視聴いただきますように、何卒よろしくお願い申し上げます。それとまだチャンネル登録されていない方はね、この際登録していただいて、ベルボタン1回押していただきますと、随時更新された際にはですね、通知が行くようになりますのでねお金かかりませんのでぜひともねそちらの方も一手間ですけども、よろしくお願いします。はい、ぜひね僕のチャンネルでいろいろな動画をご視聴いただきますようによろしくお願いします。それではね今日はこれで失礼いたします。皆さんご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。ありがとうございました。